見事な逃げっぷりですね。なんてのんきなこと言ってる場合じゃないです。早く捕まえましょう。すごいいっぱいいますね。あーやばいやばいやばい。おーやったー、てってってるってってってるってって、強い強い。めっちゃ下まで落ちてる。え、落ちてる落ちてる落ちてる。せっかく上まで登ってきたのに、どこまで落ちてるの。ああ、何ここの、この先は温泉です。王族しか入れません。あなたは王族に見えない。ただいまマロ王子が温泉に入っています。気持ちいいんじゃないかな。どうしたらいいの。マルガリータ様、マルガリータ様、王様のご病気は？奥様はどうなされたのでしょうか？マロ王子はお元気なのですか？あーだこうだ言われてる大丈夫？キー、やかましいざます。あんたたちの相手をしてる暇などないざますと言いつつ相手を してしまったから追いついちゃったよーだ。どどどど、なんて役立たずざます役立たずざましょう。もう逃げられないようざますし、どど聞こえてるざますか。マリオの相手をしてるうちにさっさと来るざます。ということで、あなたもさっさと来るざます。倒す感じ。ここでね、あ、なんか思ったより顔がヘラペッタイあ、どども来た。これであれですね、座ってる。待って、クッパ？どの対クッパで倒す感じなの？そういうやつ？いけー！ 1 対1って感じなのね。痛い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 。はい、頑張って。羽ばたく口封じ、スペシャルが使えない。でも元からスペシャルはあんま使わないから大丈夫。何？なんか座ってる。あ、逃げてた。戻ってきた。桜吹雪やめてください。それ結構強かった気がするよ。そうだ、キノコになるやつだった。ウルトラジャンプ、あい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 、はいはいはい。水蒸気爆発、やばい、強そう。やめてください。あ、戻ってきた。どど魔法負けちゃったのざますか。そこにいると邪魔ざます。こっちに来るざます。優しいんだか厳しいんだか。あ、戻ってきたクッパ。まずはマリオは回復させて、でクッパさんは一旦攻撃をしつつ、やばい、キノコになるキノコになるキノコになる。あ、全員キノコになっちゃったじゃん。やばいよピーチ、痛いな痛いの、飛んでけ。あ、めっちゃいいじゃんこれ。これも治るのか。ウルトラジャンプする、あいあいあい。でスペシャルで痛いの痛いの飛んでけ、マロ回復させる。でマロが何考えてるのして、これで弱点はなし。でも724、あともうちょっとで倒せる。自分を自慢下がってる大した男じゃないわ。カチカッチンって何、いいやばい。どうしようかな、マリオ普通に攻撃して、雪やコンコンどうですか。グリグリするといいの。グリグリグリー、あ、かわいい雪だるま出てきたうわ、向こうなの、マジか。また来た、桜吹雪やめて。ちょっともうあのキノコになるのだけでやめてくださいなっちゃった。ちょっと待ってよ、痛いの痛いの飛んでけマリオ。マリオ回復させる、よし、オッケー。マロ復活させる、でピーチで痛いの痛いの飛んでき自分にする、オッケー。で回復できたからの入れ替えをしてクッパにする。でクッパにして完結戦やめて、痛いからやだ。でもう一回フレッシュジュースをクッパにしてクッパ回復させる。ピーチは回復に徹しよう。ピーチさんちょっと回復お願いします。でクッパは攻撃でマルガリータさんに攻撃する。
ウルトラジャンプでジャンピングしていきたいよ。はいよっと。で、ピーチをマロに入れ替えて三人技のヒアリーボムをする。これでどうですか？きっとこれでも倒せると思うんだけどな。いけー。どうかな、まだ倒れない。よくもやったざますね。今日のところは引き上げるざます。どんどん逃げるざますよ。それでは皆様方、また会える日を楽しみにしてるざます。倒せたってこと？え、鍵は？鍵、倒せたのいいけど鍵が逃げてっちゃいましたね。なんて言ってる場合じゃありません。早く追いかけないと鍵が。あ、鍵降ってきた。もしかしてこれ開けれるんじゃない？やったー。あら、あはは、なるほどね。感動の涙の前触れでね、ちゃんとね、マロが泣くと雨が降るからよくわかってるね、マリオ。まあよかったね、マロ、パパとママに会えて。あー、パパママ、こちら一緒に旅をしてきたマリオさんと仲間たちです。これよこれは、この度は誠にご苦労さん。わしはマシュマロ、マロパパだよ。こんにちは皆さん、この度はマロが大変お世話になりました。パパママみんなを紹介します。こちらキノコ城のピーチ姫。こんにちは。お、あなたが有名なピーチ姫。パパサインもらっちゃおうかな、あなた。で、隣のおひげさんは、こちらがマリオの家のマリオさん。この度でいろいろお世話になったんです。もしかしてあのジャンプの得意なマリオさん、ちょっとあなた。ジャンプ見せてくれないかな。イエーイ。かっこいい、ありがとね。こちらクッパ城のクッパさんです。わー、まあ、これはまた有名なクッパ。やっぱりサイン欲しいな、あなた。そしてこちらがさっき話した空から来たジーノさんです。さっきの話ね、なんでもストーラダーが大変だという、スターロードです。そうそう、スターといえばちょっと前に火山に大きな流れ星が落ちたのよ。それはきっとスターピースです。でもあそこには火山の主、カイザードラゴンがガオーだからな。でもマロも頑張ってマリオさんたちの力になればガオーも怖くないかもね。心配だけど、パパも若い頃は、火山にはヒノピオという優しい方がおるので、その人を頼るといいでしょう。火山に行く前にぜひ自慢の温泉に入って行ってよ。後ろのドアから行けるからね。それでは皆さん、くれぐれも気をつけて行ってね。はい、必ずスターロードを元に戻して帰ってきます。わー、よかった。でもちゃんと無事にね、パパとママに出会えてよかった。温泉に入れるって言ってたね、さっき。ここだっけ、ここに落ちたら温泉だっけ。ヒュー。そう、これね、落ちたらここにね、あるんよね、温泉がね。この先温泉です。王族しか、本物のマロ王子。先ほど失礼いたしました。あんな太って黒い鳥がマロ王子のはずがないですよね。もちろんです。 ありがとう。火山に落ちないように気をつけてくださいね。いや、落ちないでくださいね。それ振りないよな、もう。あー、すごーい、温泉だ。ここに入るだけでも回復してるって感じがする。注意、この先崖落ちると火山だぞ。ここ？落ちちゃったよ。バーレル火山来ちゃった。これ戻りたい、戻れるかな。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。無事ね、あのマロのパパとママ見つけることができてよかったです。次回はね、このバーレル火山からやりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。